百田直樹先生、LGBT 法案が成立したら、私は保守政党を立ち上げます。賛否両論巻き起こる。有本香里さん、日本のど真ん中の政党を作る。朝8の次は政界に挑戦。などでご紹介した百田新党の件ですが、決闘に向けてまた一つ事態が動きました。自民高取議員、お腹が痛い。LGBT 法案採決を退席。杉田氏も。 採決を退席した理由は腹痛のためと説明しています。LGBT の理解増進法をめぐり、自民党保守派の高鳥修一衆議院議員は、衆議院本会議での採決直前に退席しました。とのことです。少なくとも2名は欠席し、衆議院を可決ということです。これを受けて、百田新党がさらに現実味を帯びてきました。LGBT 法案が衆議院で可決。もうすでにですね。 私なんだかんだでね20人ぐらいの人と話しましたよ昨日と今日だけで僕は昨日ね北村春夫弁護士に顧問弁護士頼むでって北村弁護士がわ分かりました言うてせやけど北村先生金はないからってあははそんな状態でございますね皆さんやっぱりね あの、何もないですよね、今ね。だから私たちもまあ、水に起きるか、自分のね、労働力として自分を提供するかしかないんですけれども、でも我々は焦る必要はありません。なぜかわかんないけど、自民党の支持者からですね、百田新党について、キーキーバーは言われてんですよ。でも、気にする必要ないじゃないですか。余計なお世話っていうかね。そうやね。こんなもん、うまいこといかへんとかね。象と虫くらい違いますから。 こんなもん、絶対赤かへんって、もうしつこく言われてもうだね。某経済評論家がすごいしつこくてね。ほっとけや、あんたに頼んでないやろ、何にも。ははは私はあんたに何かやってくれって言うたかっちゅう話やね。あと、やっぱりね、百田さんもおっしゃってたようにね、カマキリの斧ですよね。はい、そうです。 だから別にそんな小さなものなんで、あまり皆さんなんでそんな気になさってんのっていう感じなんですけど、それでね、やれ、ネトウヨがね、なんか限界保しだってね、馬鹿にしてたわけでしょじゃあそういうたちと縁が切れていいじゃないですか。なのにね、いよいよじゃあ縁切りだなって言ったら分断しちゃいけないって、はは みたいな何なのそれみたいな感じなんですけどまあいいですよね我々ね慌てず騒がず楽しくやりますからだけど言っときますが桶狭間はいつかありますよねそうですね私が死んだ後かもしれませんけどね私の志を継いでくれる人がおってですねそれが何年後かなるかもしれませんその時は皆さんにもね助けてくださいと私はお願いするかもしれないまた実際にですね 党が設立するときにはですね、やっぱり党員もね、募ることがあると思います。はい。その時はですね、党員を募ることがあるかもしれませんが、その時は皆さん党員として我々を支えていただきたいと思います。党費はそうですね、年間に100万くらいですかね。はははは、またそんなことがあるわけがないんですけどね。とのことです。 死んだ後かもしれないということから百田先生は遠い先を想定しているようです有本さんは桶狭間はいつかありますねと近いうちに事態が変化するビジョンがありそうですいずれにせよ賛同される方は遠いになることも想定された方が良さそうです私は過去にリザ世代の党や日本の心を支持したことがありましたが結局自民に戻っていったのを見てきました 半日に汚染された自民をジャック仕返す方が少なくとも短期的には実効性が高いと考えています。が、まともな野党も必要と思います。百田新党の綱領や公約等が出ていない現段階では結論を出す必要もないかなと思って見ています。ただ気になるのは自民党支持者にマウントを取ることです。自民党の支持者からですね、百田新党についてキーキーワーワー言われてるんですよ。皆さんなんでそんな気になさってんのっていう感じなんですけど、などとおっしゃっています。いやー、 ビッグネーム二人が決闘するなんて気になるのが普通だと思いますけどね。ツイッターフォロワーを見てもお二人は大きな数字を誇っておられます。自民に比べたらお二人は像と虫かもしれませんが、大抵の批判者はお二人から見れば像を見る虫です。自分を批判するけどあんたをやめろというのがダブスタと感じます。たかが一自民党支持者の批判をなんでそんな気になさってんのっていう感じがしました。 ケンカーくんの言葉は気にしてないから大丈夫だよまた一つお利口さんになったなチャンネル登録お願いします明日から本気出すから大丈夫